こんばんは、ネトQです。帰宅、即忖度。忖度を胸に世界ランク16位以内を目指す坂津区03フェリス糸井川は5年目の2月からやっていきます。昨季 J リーグ王者になったため、海外カップも戦える挑戦の1年となりそうです。今日もよろしくお願いします。さすがですよ、野沢。福士、高島、来た、決まりました。フェリス先制のゴールを決めました。0対1。福士、さあサイドから行きます。クロスを入れた。来た。ここで決めてきました。0対2。狙えますよ。要注意ですね。さあどうきますかね。面白い。入った。フェリス遠慮なく得点を積み重ねます。0対3。ラコブチェフ。そしてここで試合終了のホイッスル。試合の結果はご覧の通り、0対3でフェリス、固い守りに支えられ相手にゴールを許さず勝利しています。フェリス対バンコク、アジアナンバーワンのクラブチームは一体どこか。アジアグレートクラブカップ、その予選リーグを迎えています。大きく逆サイドへ振ります。うまくつなぎます。前へ進みます。福士、野沢、どうでしょうこれ。あー、来た、ゴール。糸井川先手を取ります。1対0。中に絞った。どうでしょうこれ。宇治原、あっと来た、ゴール。糸井川、前半残りわずか、ここで得点しました。2対0。ラコブチェフ、シュートへ。来た。糸井川、後半開始直後あっという間にゴールを奪いました。壁パス。来た。1点追加。糸井川、中に入れた。あー、来た、ゴール。ラコブチェフ、ハットトリック達成です。5対0。壁パス。来た、決まりました。サポーターが大きく盛り上がります。見事にゴールネットを揺らしました。6対0。来た。糸井川、勢いに乗ってゴールを量産します。7対0。ここでホイッスルです。終わってみれば7対0でフェリス、得失点差もきっちり稼いで1次リーグ初戦に勝利しています。
さあどうきますかね。ラコブチェフ、来た。糸井が1点先行しました。1対0。宇治家、マラガネス、中に絞ってきた。来た。エスパルス、同点ゴールが決まりました。1対1。この位置ですからね、直接来るでしょう。さあどう来ますかね。面白い、入った。高島、直接ゴールを捉えてきました。2対1。ボールを回していきます。ノールトン、アンジョファン、来た。エスパルス、土壇場での同点ゴールです。2対2。そしてここで試合終了のホイッスル。試合の結果はご覧の通り、2対2で惜しくも引き分けに終わっています。ジェッダ対フェリス、アジアグレートクラブカップ決勝戦。アジア最強の名をかけ勝ち上がってきた両チーム。右に叩きます。フィーグルス、面白い、ダーッときた。ゴール、ジェッダ1点先行しました。1対0。高島、野沢、さてどうだ、チャンス、来た。糸井川、リードを許しません。ここで同点ゴール。1対1。ラコブチェフ、野沢、壁パス、あーっと決めてきました。糸井川、前半残り少ないところ、いい時間にゴールを奪いました。1対2。ラコブチェフ、これはファール。審判が選手を呼びます。なんとイエローカードです。これは微妙じゃねえ。難しい位置からのキックとなります。難しい角度ですけどね。どうきますか。ラコブチェフ、入った。見事にゴールネットを揺らしました。1対3。ロングボール、ラコブチェフ、高島、野沢、これはどうだ、チャンス、来た。試合を決定づけるゴールが決まりました。1対4。この瞬間、アジアグレートクラブカップの王者に輝きました。画面からも選手たちの喜びが十二分に伝わってきます。
トカップを優勝し、資金も徐々にたまり順調な回となりました。主力が高齢化してきているので、若手獲得とスタジアムの拡大を近いうちにしていきたいですね。今日も見ていただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。